はい、クミンです。リーマンパパ弁当を作ってパパを送り出した後に子供たちのご飯の支度します。ですね、基本ですね、それぞれみんな食べるものが違うんですよワンタ君はですね、腎臓が悪いので、この、手塚山ハンドカムのジーンケアプラス、この生肉を半解凍します。だいたいね、あのお芋とかあのご飯とかそういうのは OK というふうにお医者様に言われているので、お芋さんと混ぜ、ただね、鶏のささみが好きなんですけど、ワンタ君ダメなんですけど、ちょっとね、その薄いスープとかであの溶いて、で、あのワンタ君にあげるようにしてます。まずこれをですね、1個だけ、最初ね、2個食べさせてたんですけども、お腹パンパンパンなんて太ってきたのではい、これのジンケアの生肉を、これはね、ネックミンチ、鶏のなんか骨ごとミンチにしてるので、コリコリしたところがあって、カルシウムのバランスも整っていい生肉です。生肉で食べられる専門のお店なんですけど、はい、ここのを取り寄せています。で、ね、今ちょっとみんなね、お休みしてるんですけど、こういうね、馬肉ですとか、それから鶏胸肝入りミンチ、はい、今、ワンタが18歳ミニチュアダックス男の子、そしてココナがミニチュアダックス保護犬なんですけれども、10歳、13歳以上になってるかな、女の子。ポメラニアンのエミちゃん、この子も保護犬で、多分もう13歳以上いってるかなっていう感じですね。そして去年来た、モモってチワワの女の子なんです。まだ4歳なんですよね。はい、ということで、みんなそれぞれにね、年齢とともに食べれるもの、食べられないもの、あと噛める噛めないとか飲み込めるとかいろいろあるので、はい、でも基本にね、食欲をすするためにささみはね、湯がいてるんですね。で、これ宅配の業者さん、こんな大きい 1.5キロ、ささみパラパラ凍結なので、これを湯がいと、ちょっと湯がいといて、こういうタッパに入れてね、はい、冷凍にしといて、朝なんかそれをチンしてということもあるんですけど、まあでも湯がきたての方がみんな好きかな、うん、はい、ちょっと冷凍庫入れちゃいますね。ココナちゃん、お腹すいた、今ね、湯がいてるよ、ささみね、ささみ湯がいてるよ、待ってね、おー、すごいっすね、おー、カメラの横をすり抜けて動いて、ごめんなさい、ね、酔っちゃう、みんな、ありがとうございます。で、はい、ワンタ君はこれちょっと1個をね、なんで大きいタッパにしてるかっていうと、ここでね、最近ね、固形物っていうか、舐めてこう、かぶってってか、あむあむじゃなくって、こう、舐める感じで食べるので、だいぶ水分を多くして、ちょっと飲める感じにしてるんですね。あ、ワンタ君がエミちゃんにちょっかい出してワンって言いましたね、きっとね。じゃあこれ半解凍します、スチーム半解凍、標準でいいかな、はい。今ささみをね、だいたいすっごく大きいんですけど、丸まんまじゃなくて半分にスライスしてあるんですよ。だから火が通りやすいので、だいたい10分間ぐらいということでね、やっています。で、今ね、ワンダ君もお薬、エミちゃんもお薬がね、減りましてね、もう前はいろんなの飲んでたんですけど、今の先生がね、もうそんなに飲ませなくていいよっていうことでね、で、このお肉屋さんでね、ちょっと肝臓にいいっていうので、ジンパワー、これとこれとでね、ちょっとね、生のお肉を食べてて、あ、お食事中の方いたらごめんなさい、ちょっと固めわかりますよね、うんうんうん、が固めなので、ちょっとオイルをね、はい、でも体に健康にいいオイルなので、そうそう、便秘がちな方はね、私ね、エゴマのオイルをね、結構使うんですよ。どこ行ったかな、
エゴマオイル、私の好きなエゴマ、あ、これ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 、エゴマオイル、うん、をね、ちょっとね、あのサラダでもなんでもするとき、これはね、加熱しない方がいい、これ人間用ですね加熱しない方がいいみたいで、こんな綺麗な感じ、サラダにね、ドバドバってかけるだけでね、うん、楽ちん、何が楽ちんか、ちょっとテロップにも出せないので、うーんが楽ちんになるお食事中の方いないことになって、はい、じゃあこれで、これは人間用ってことで、はい、これを入れてあげます。でね、去年ね、もうこのまま死んじゃうんじゃないかっていうぐらいワンタがね、泡吹いちゃって、もうこんなだって痙攣しちゃったんですよ。それが続けて3回ぐらいで、そこで病院連れてって転換だってことを初めて知って、私ね、今までいろんな子を見送ったりとか、保護犬の子たちとか世話してきましたけど、転換をね、目の当たりにするのがなかったんですよ。でもびっくりして、で転換じゃ死なないからって先生に言われて、で一生ね、もう転換のお薬を飲み続けなさいっていうことで、これを1日1袋で朝半分で夜半分っていう風にしてます。あとはね、長年ちょっとワンタ君ステロイドをね飲んじゃってるんですね。でもこの18歳なので、少量にだんだん減らしたのでね、やっぱりステロイドって急にやめると良くないので、お医者様の指示に従ってねやめるんですけれど、もうこのままね飲ませてくださいっていうことでね、プレドニンを1日2分の1錠飲ませてるかな、うん、でこのお薬を半分、転換の薬でもね、この薬を、ね、飲み始めてから一回も発作が出てないんですね。でもね、本当焦りましたね。こんなにお医者様とやり合っててね、やっぱりいろんな勉強もしてきたけど、やっぱり今までと違ったことを、ね、目の当たりにするとね、ドキドキしますよね。お、いい感じ。ちょっと解凍しすぎたかな、これいつもね、何個か一緒にやるので、はい、っていうことで、生肉とでね、このもうちょっとのこのプレドニン、プレドニンを、はい、2分の1錠だいたいね、朝飲ませちゃうんですね。で夜に薬、飲ませる薬を変える時もあるんですけど、でエミとワンタが、エミはね、胆のね取ってしまったので、手術でね、助か、それのために助かってね、本当ありがたい。でこのウルソの顆粒をね、小さじ1杯ぐらいね飲ませるんですね。エミとこれはワンタです。チンケを1杯2杯、あ、もういいかな、ちょっと4杯この私衛生管理の資格を取った時に、だいたいあと余熱でね火を通せばいいやなんてね言ってたんですけど、この余熱で火を通すってね良くないって教わったんですよ。これびっくりしました。今までねお肉なんか、あ、余熱だと火が通るからなんて言ってたけど、ちゃんと火を通してくださいっていうふうにね、その時は教わりました。うん、今2杯入れたね。でワンタ君がもうウルソを混ぜてしまって、これをね1日2回に分けて、でこれに、ワンタ君は転換の薬とちょっとステロイドをね、これお薬を、はい、これ1日の分量、今まで相当飲んでいたのでお薬が減っただけでもね、これはあとエミちゃんのやつでね、はい、楽ですよね。それでチャチャミが湯がけたかどうだか切ってみよう。はちゃみはちゃみ。ちょっと朝の洗い物をしたてなので、もう今ここ山盛りになってます。山盛り、トングトング。ここもねちょっと減らしたので、あと1回全部出してね、ここ全部洗いたいんですね。トングちゃん、トングちゃん、ここでも全部必要なんですよね。あ、ない、よし、じゃあちょっとこのまま行きますか。出してね、
小さくなるんですよ、ほら、ささみが。で切ってみて、うん、これでちょうど火が通った感じで、これでもうふわふわなんです、今ね、ちょうどいい感じ。これ以上煮てしまうと、あ、えみちゃんおはよう、お腹すいたね。これ以上やってしまうと硬くなっちゃうので、でお湯の中に入れちゃうともう固まっちゃうので、えみちゃん大丈夫。今ね、この咳はね、抱っこしてとかかまってっていう咳なんですね。でも本当に咳が止まんなくなっちゃうよ、それやってるとね。でこれでお湯を、これね、ミキサー、あのハンドミキサーにかけるんですね。もうあのワンタ君がやっぱりこうピロピロ舐めるので、ちょっとでも固形物があると食べにくかったりするんですね。で噛む力も大切なんですけど、あの最後にね、あのリブドッグをみんなでカリカリポリポリするので、そこでねいいかなと思って、まずはあの腎臓のね食事をさせてしまうかなと思うんです。でこのスープは昔に美味しいから使ってたんです、あのふやかしとかにね。あ、そうだ、ふやかし作らなきゃ。であのカリカリをね食べてるあの子はね、あの水分が少なく場合もあるので、あの水分に補給をね気をつけてあげましょうっていうね、ホリスティックケアの方でね教わったんですけど、いつも測ってたんですけども、大体分かるので。でもね、これ全部食べるわけじゃなくて、誰がどれを食べるか分からないので、これはね、消化器サポートの、腸がちょっと弱かったりとかするので、消化器サポートの低脂肪を選んでいたんですけど、間違っちゃって、なんかね、食物繊維の私買っちゃったみたいで、ちょっとカロリーが高いんですよね、多分これ。だからね、食いつきがすごくいいんですよ。なのでね、少しにしてます。で、ワンちゃんはね、水筒のお水がね、いいそうです。これね、食べる頃にはちょうどいい感じで増えているので。えみちゃん、もうできるからね、ささみ湯がいたよ。ねえ。もうとにかくね、その日の体調で何を食べてくれるかね、食べる時間もね、ココナなんかを30分から1時間食べ始めるまでね、かかったりとかするんですね。でね、ちょっとね、表に、まあ幼稚園とかを預けた時に、なんかね、ちょっとお友達と、ちょっとでもあるとね、何かトラウマみたいのを抱えちゃうんですね。もともと保護犬で、ちょっと虐待とか、いじめとかあってたので、心にすっごい深い傷を持ってる、ちょっとしたことでね、それがね、トラウマになったりとかするんですね。で、うちに来て、器が怖い、食べることも怖かったのが、器から食べられるように一回なったんですけど、今ね、またね、器が怖くって、もう本当に美味しいものが入ってても、もう遠巻きになっちゃって食べられないんですね。で床を除菌して、床にポンポンポンって、でその行ったところに置いてあげるんですよ。そうすると食べるんですね。でその最初の一口を食べればね、なんとかこうわわわって食欲が出て食べてくれるんで、その一口食べるまでの勇気がね、特にココナはね、食べるのがなかなか大変で、今でもね、ご飯出すとね、ファーってあくびするんですよ。で、ワンちゃんのファーっていうあくびは緊張なんですね。うん。で、尻尾をね、こうやって振ってるからね、ご機嫌がいいと思うんですけど、本当はこう、振り方によっても威嚇になるんですね。なので、本当にワンちゃんの気持ちをね、知るのは大変なんですけど、ココナはね、食べ始めの頃はね、食べ始めの時は、もう玄関見に行ったりね、うろうろしてね。で結構ね、机の下で食べたりね、私の陰で食べたり、本当食べる場所がね、毎日違うんですね。でもやっぱりね、この甘やかしてるとかね、しつけがちゃんとなってないっていう風に思われちゃうかもしれないんですけど、今までね、すごい虐待にあってきて、ご飯食べることも虐待にあってきて、食べることが怖い、飲み込むことが怖いっていう子にね、もうこれ以上しつけが私もしない、もう13歳以上ですからね、しないと思ってるんです。で、ももはね、まだ4歳なので、いろんなしつけを今してるんですけれど、もう保護犬のね、はい、年長者にはね、しないようにしてるんです。うん。だからできる限りのね、ことはね、してあげたいなと思ってます。はい。で、これね、一回ね、そのお湯でね、一回流すんです。もうどん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 ね、
美味しい油が出るんですけど、その油の取りすぎがエミちゃんがねちょっと良くないので、お湯でね1回流すんですよ。2回3回ぐらいまだね油のギトギトが出るので、でこのちょっと生ぬるい状態でミキサーをかけます。このハンドミキサーが大活躍ですよ。これね、手際がね、良くないとね、朝ね、子供たちがお腹が間に合わなかったりね、タイミングがちょっと大きい音します。ね、こういうコーナーなんかはね、こう、ちょっとした軟骨のところのコリコリが好きだったりとかしたんですけども、もはややっぱりね柔らかいものを噛むようになって、ね、こう口に入れてポコッと出したりとかね、硬いものが本当のこんな柔らかいだろうささみであろうともやっぱり飲み込みなかったりとかするんですね。人間の感覚ってこんな柔らかいのにと思うんですけど、ワンちゃんにとってはやっぱりちょっと違うみたいで、こんなペースト状にします。それで水分がそんなにね必要なくても飲み込めるときはもうちょっとその水分を絞りながら子どもたちにあげるんですね。で今度はワンタ君、さっきのスキンケアの半生解凍したやつにほんのちょっとだけ入れるんですね。この風味があるのとないのとでは全然一口も食べてくれないときがあるので、ほんのちょっとだけ入れて、はい、あ、そう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 、お芋さん、お芋さん出しとかなきゃ。お芋さん、お芋さん、ココちゃんごめんね、ちょっとお芋さん出すね。でね、ちょっと割高になっちゃうんですけど、仕事帰りにね、ちょっと昨日はね、焼き芋、今焼き芋をね売ってる時期なのでね、焼き芋ねスーパーで、あー、ワンタが入り込んできた大丈夫、揺れて揺れて、ワンタくん、お腹すいたね。ごめんね。ちょっと今急いでやるね。お芋さんね。そう、ちょっとね、スーパーでね、買ってきちゃったんですよ。で、この、ちょっとね、今日柔らかめ。お芋さんね、今お芋さん入れて。ワンタくん、ちょっと動いちゃってごめんなさいね。今ね、ワンタくんがハマっちゃった。よし、OK、OK、OK。ごめんなさい、揺れちゃった。大丈夫かな、ごめんなさい、ごめんなさい。ワンダくん、もう少しこっち来てな、ね、よっこいしょ、よっこいしょ、うんね、いつもこっちね入っちゃいけないとこだけど、今日はちょっとママね皆さんにねご紹介してるからさ、もうできるからね。でワンダくん、このささみがあったかいのでちょっとこれ入れちゃおう。で他の子はちょっとこれを少し温める。なんかね、こうその日によって違うのでね、あれ入れたっけこれ入れたっけとか言いながらね大騒動しながらやってますけれど、ちょっと20秒ぐらい温めます。やっぱりね、香りが、老犬はね香りがあった方が食べやすいっていうかね、分かりやすいっていうか、うん、あ、ご飯どこご飯どこって言うとちょっと温めてあげると香りが出るので食べやすいんですね。ワンタくん、お腹すいたね。じゃあちょっとワンタくんのやるよ。はい、お芋さんができましたね。お芋さんできました。あとはリブロックを入れてね、リブロックいっぱいたくさんもらったからありがたいね。で最後にこのカリカリを、カリカリタイムがあるのと、ももちゃんがシェルターではももちゃん迎えに行った時にこれに4メモリ 40g って言ったんですけど、40g ちょっと多いかなと思って、朝夜は結構食べるんですよ、朝は結構残すんですよ。なので 30g 入れといて、まず 20g あげるっていう感じですかね、リブロックをね。
で最近ねこっちでねあの他の食べ物今 30g 入れといて後で。これはももちゃんにちょっと入れて、あとは様子を見ながら足していく。はい。で、あとはワンタ君がね、ささみ好きで、そのささみをちょっと少なくするためにほんのちょっと入れてね、このささみスープを作るんですよ。ぬるま湯で。こんなにたくさん、こんなにたくさんなんですけど、本当にあの水分状態、お湯状態にならないとちょっと食べづらくなってきたので、このお湯を入れてミキサーにかけます。お腹すいたね、ワンタくんね。今、ワンタくんのミキサーにかけるよ。今、さつまいもとチンケアの生肉とささみスープで今、ね、ミキサーかけてます。チンケアもね、ちょっとミンチの骨が入ってるのかな。これもね、これだけ柔らかくしてるんですけど、これでもまだね飲み込めないっていうかね、舐めるには。なのでこのスープを交えながら様子を見ながらね、スープだけでね、水分だけでお腹いっぱいになっちゃうとあれなので、こうやって最初薄めにしといて、ちょっとねまだ残る感じにしといて、あのワンダ君が舐めていく中でスープをねちょっと足してあげるんですね。はい。でまたね、これの今ミキシングしたやつをエミちゃんがほんの一口香りがあると食べるんですよ。なのでこれを一口だけエミちゃん用に取ってあるんですね。はい。でそこにこのオイルをね、ワンタ君ちょっとオイルを10滴、はい、ワンタ君オイルを入れて、これはねみんなでね、あのトッピングとして、ほらもうこうやってねやってる間にふやけるので、そうだから、ふやかしとかね、ウェットを食べてくれてる間は水分補給はね意外と大丈夫なんですけど、これでこれでスープがあって、でここに1日2回に分けるサプリとウルソのやつをワンタ君は入れて、でね、この転換の薬とステロイドはもう絶対飲ませたいので、最初のこのスープで一口だけをねもう飲ませちゃうんですね。あとはね、皆さんね、あ、ごめんなさいね、お薬をね飲みづらいとか飲ませづらいとかね、飲んでくれないっていうのでね、このお薬ちょうだい、これ、このチーズ味で、これがちょっとだけこんな感じで固まってるんですけど、お口の中で溶けちゃうんですよ、水分になっちゃうので、これでお薬をくるんで、うん、飲ませると、これ結構みんな好きですね。あのももちゃんが来たばっかりの時にね、避妊手術した時に、あの初めてお薬を飲ませるっていうんで飲みましたね、これでね。はい、ということで大体揃ったかな。あ、それとね、あ、今あげるね、ワンタくんね。ワンタくんがやっぱこうトロトロになってきたので、で、ここまでトロトロにしなくても、自分でね、ちょっと一口二口ね、最初ね、飲めない時があるんですね。で、このシリンジ。これ、はい。で、たくさんこれで飲ませる時は、もう針もついてないんですよ。ここに入れて、お口の脇にね、
ちょこっとたくさん入れてね、誤嚥しちゃうといけない、肺炎になっちゃうといけないので、ちょこっとちょっと入れてあげるだけで、もう口から食べることがやっぱり大切なので、でまあほんのちょこっとだったらこっちでもね、そこちょこっと口からちょっとで、必ずもうあの横じゃなくって体を起こしてあげて、この状態で横から入れてあげる。でその後ね、ちょっとだけあげてね、こうやって喉さすってあげるとね、ゴクンゴクンゴクン、お薬もねゴクンゴクンゴクンしてくれるんですね。だからこれからね、お水の補給とか寝たきりになったりとかした時に、お水の補給とか栄養補給とかにもね使えると思ってね、もう準備しておきました。まだね今はね舐めてくれるのでね、はい、ということで、リブドクがあって、お芋があって、ささみがあって、希望があって、はい、ちょっと今日あのココナちゃんとエミちゃんは、生肉をしないので、あ、そうそうそう、ももちゃんにちょっとね、みんながね食べてるからね、お芋さんをちょこっとと、これでね、あのかばって食べるときはね、こうやってね縁にね塗りつけるんですよね。そうするとあの早食いの子なんかはね、こうやってまとめないで、あのこう散らばすと早食いがね防げたりとかするので、でももちゃんはちょっとこのこれを絞ったやつをね、絞ったやつをちょっとだけ散らばしてあげて、これでみんなの今日の食事が出来上がりました。でね、昔はねブロッコリーとかね人参とかも湯がいてたんですけれど、あの濃い野菜はねちょっとね結石になりやすいっていう風なお医者さんもいたので、ちょっとあのうちはやめ始めたんですね。あとワンバーグって言って、ささみにおからとか、あのココナッツオイルで焼いた、あのワンバーグって言ってハンバーグ犬用のやつも作ってたんですけど、それもちょっとね噛めなくなってきたので、はい、どん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 食事は変わってきますけども、はい、これから子供たちのご飯にしたいと思います。クーミン家の子供たちの食事のご紹介でしたもうカメラいっぱい下でね、もうお腹空いて動かしちゃってすいませんでしたそれではありがとうございます。